通天閣。通天閣は、大阪府大阪市何枠の新世界中心部に立つ、展望塔である。2007年5月15日に、国の登録有形文化財となった。公式キャラクターは、ビリケン。大阪の観光名所として知られる。現在の通天閣は2代目で、1956年、昭和31年に完成した、初代通天閣については口実。 通天閣観光株式会社、通天閣観光、通天閣観光 CEO、LTD により運営されている。平井針を含めた高さは108メートル、当自体の高さは100メートル。平井針は2016年に3メートルのものから8メートルのものに更新している。設計者は、ほぼ同時期にできた名古屋テレビ塔、東京タワーなどを手掛けた内藤多中。 建設を施向したのは奥村組である。通天閣とは天に通じる高い建物という意味で命名したのは明治期の儒学者藤沢南だけである。二代目の通天閣は入場ゲートや展示スペースなどを設けた低層街、地下1階から2階と展望台などのある高層街、3階から5階で本体を構成。入り口と2階を往復するエレベーター。 低層エレベーターと展望台のある4.5階と2階を往復するエレベーター、展望エレベーターを別々に稼働させている。このような構造のため入場者が入り口から展望台へ向かう場合には基本として2階で低層エレベーターから展望エレベーターに乗り換える仕組みになっている。低層エレベーターについては本体とは別に建てられた白色、円柱形の専用棟。 エレベーター胸の中で稼働。エレベーター胸の2階と本体の2階を渡り、廊下で連結している。このように、エレベーター胸を本体と分けた構造は、2014年、平成26年10月から2015年、平成27年6月まで実施された、免震加工事でこを奏したという、詳細工術。その一方で、再建当初から二千一年、平成十三年までは、 東洋オーチスエレベーター、現在の日本オーチスエレベーター製の円柱系エレベーターを低層用に稼働していた。乗りかごが円柱系のエレベーターが設置されたのは通天閣が世界で初めてとされる。なお、2001年からは低層エレベーターを日立製作所製の円柱系エレベーターに更新。本体では展望エレベーターの稼働中にビリケンのイラストや 夜空に浮かぶビリケン座をエレベーターの天井に浮かび上がらせるという光の演出を施している。本体の直下を指導が通っている関係で、低層階の1階部分、エントランスには指導をまたぐ格好で鉄製の4本の足、脚部が四方に据えられている。再建当初から2013年、平成25年12月19日までは、低層エレベーター及び、 エレベーター棟の2階へ通じるら旋階段の上高口を1階の東側に設置。展望台への入場券、展望券を本体の2階で販売していた。しかし、入場者数の増加などを背景に、同年12月20日から展望台への入場ルートを変更。地下1階に展望券売場と低層エレベーターの上高口を新設するとともに、 同年6月30日まで地下1階の一角で営業していた通天閣地下劇場の跡地を入場者の待機スペースなどに活用している詳細工述。このため展望台への入場者はルート変更前から客部の間に設けられている地下通路への入り口2箇所から階段で一旦地下1階毎堂を地下1階で展望券の購入と 低層エレベーターへの登場を済ませてから、従来と同じく、2階で展望エレベーターに乗り換えるようになった。1943年1月に、初代通天閣が、間近にあった映画館からの炎症火災で焼け落ちたが、1953年頃、地元新世界の有志らにより、再建話が持ち上がり、通天閣再建委員会へと発展した。当初は、笑い話として、 地元では相手にもされなかったが、再建話は徐々に現実味を帯びてゆく。だが初代通天閣のあった場所にはすでに民家が立ち並んでおり、ほど近い公園に再建することとなった。設計の内藤が紹介した竹中工務店とは予算面で折り合いがつかず、2億7千万円で奥村組が施行することとなった。その後の追加工事で、 最終的に建築費総額は3億4千万円となった。1955年8月17日に寄稿された建築工事については、辞書などは出なかったが、事務所スペースの確保をすっかり忘れており、工事の途中に慌てて、中2階を付け足すといったトラブルがあった。構造材の鉄骨は、溶融亜鉛メ滅キされた品質の高いもので、1996年の 改修工事時に確認したところ、ビクともしていなかったという。運営会社については、資金調達に難儀し、資本金として3500万円を予定したところ2500万円、足らずしか集められず、再建に携わった人員の一部が、個人的に氷菓子から資金を調達し、それに充てることとなった。さらに当期の2から3日前に、他の人物が、 通天閣株式会社を登記しており、やむなく通天閣観光株式会社として発足した。再建翌年の1957年、昭和32年から、総合電気企業の日立製作所が、当の側面に文字広告を掲出。当初は、松下電気産業、現在のパナソニックに広告の形出を打診したが、当時社長だった。 松下幸之助の判断で形質を見送った。幸之助は廃線工として初代通天閣の工事に携わっていた詳細工術が日立のネオンが地元の名物として広く認知された後年に広告の形質を見送ったことを悔いたという。通天閣は公共性の高い建物という配慮から西面には日立の広告形質開始と同時に大型の観覧計。 マンモス間団系を1970年、昭和45年まで設置。同年以降は、西面にのみ広告を掲出せず、大阪府、にわ警察署、にわ消防署による3パターンの標語、地元の中学生からの公募で選ばれた交通安全の標語などを交互に表示できるネオンを設置している。現在は、日立の製品名を表示できるネオンを北面と南面。 日立の英語社名ロゴ、日立と日立グループのスローガン、インスパイアー・ザ・ネクストを交互に表示できるネオンを東表に設置。一時は四面とも、社名、日立のみのネオンで構成したり、大阪万国博覧会の PR、大阪21世紀計画に関するメッセージ、国際下と緑の博覧会のカウントダウンなどのネオンを東表に取り付けたりていた。なお、 当面には広告形式開始当初から2016年、平成28年のリニューアル工事、詳細工事までアナログ形式のオード計を設置。オード計にオルゴールを取り付けた1970年以降はオルゴールで演奏された日立の CM ソング、現在は日立の木のメロディーが少なくとも毎日正午にスピーカーを通じて流されていた。また、 広告の掲出開始から2001年までは、日立の車掌である、亀の子マークのモノグラムが、展望台の真下、広告の上部に付けられていた。同年のマーク使用中止、ネオン更新を機に、撤去されてからは、ライトアップの効果を高めるべく、展望台の真下を横に囲む格好で3本の、ネオンラインを設置している。もっとも、オイルショックに伴う通算省。 当時の省エネ指導を受けて、1974年、昭和49年1月16日から1976年、昭和51年7月2日までは全面消灯を実施。1976年7月3日から1979年、昭和54年4月27日までは、消費電力を以前の4分の1に抑えるという条件で、 一部のネオンを点灯させていた。関係者による交渉や運動などの結果、1979年4月28日に全面点灯を再開。地元では再点灯初日から3日間にわたって祝賀カーニバルが催されたという。2012年、平成24年からは女性に乳がん検診の早期受診を進めるピンクリボン運動の一環として、 乳がん検診推進月間初日10月1日の夜間にピンク色のネオンを点灯させている。2015年には阪神タイガー,アースによる球団創設80周年記念プロジェクトイエローマジックプロジェクトとのコラボレーション企画として公式戦開幕日の3月27日からイエローライトアップを時実施。実施期間中には広告以外のネオンの色を 半身のチームカラーである黄色、イエローに変えていた。全面点灯の復活後も5から6年に1回のペースで実施するネオン広告のリニューアル工事やライトダウンキャンペーンへの協力などを目的に一部消灯や全面消灯を実施する日がある。1994年から1996年にかけて約9億円を投じて改修工事を実施。しかし、 奥村組が東日本大震災の発生翌年2012年に耐震診断を実施したところ、阪神・淡路大震災級の直下型地震では倒壊しないものの展望台を直接支える鉄骨が歪む可能性があるという結果が示された。耐震診断を依頼した通天閣観光ではこの結果を受けて2013年8月に奥村組 竹中工務店、飛島建設を対象に地震対策工事の技術提案と見積もりを依頼。奥村組と飛島建設は、精神工法による改修工事、精神化工事、竹中工務店は、免震工法による改修工事、免震化工事を提案したため、専門家による審査を経て竹中工務店を工事の発注先に決定し、免震化工事が総事業費、 約6億円で2014年10月から2015年6月まで実施。2015年7月3日にはエントランスで春工式を開催した。三森医学は他の2社の案を1.5倍ほど上回っていたが、通天閣観光の高井高光副社長、当時によれば地震発生時の来場者の安全、安心を考えると、 揺れを抑える効果で勝る面心が良いと判断したという。竹中工務店では、通天閣観光への技術提案に際して、繁華街である周辺地域に及ぼす工事の影響や文化財としての本体の価値を考慮。本体構想部の外観を損ねないことを前提に、同社が特許を出願済みの技術によって、地上10メートルに相当する脚部の基段部に、 免震装置とオイルダンパーを埋め込む案や、蛇腹状に変形することで振動を軽減するエキスパンションジョイントを本体とエレベーター胸をつなぐ渡り廊下の連結部分に新設する案を提示した。この案では、地震が発生した際の振動の大きさが耐震回収の場合に比べて3分の1程度にまで抑えられることや、エキスパンションジョイントの設置によって、 低層エレベーターの安全性を確保できことが見込まれている。竹中工務店が当初建てていた耐震化工事の基本計画では、およそ9ヶ月にわたる工事期間中を通じて、通天閣及び周辺店舗の営業を中断させることを想定していた。しかし、営業の中断が経済面などに莫大な影響を及ぼしかねないことから、結局は営業を続けながら、 工事を実施する方針に転換。指導をまたぐエントランスの天井部分、地上8メートルに工事用のステージを設置した上で、必要な資材をすべて営業時間外の夜間に搬入することによって、投げ物安全対策を講じながら、通天閣の営業継続と、指導の真上での耐震化工事の両立という、世界初の試みを実現させた。地下1階でも、 2013年9月24日から12月上旬までフロアの改装を兼ねた耐震補強改修工事を実施している。初代通天閣のエントランスには、1911年、明治44年から1943年、昭和18年の解体まで、地元の化粧品メーカー、中山太陽堂、現在のクラブコスメチックスが、苦弱の天井画の広告を、経営していた。 通天閣の再建後は、エントランスの天井に特別な装飾や広告を設置していなかった。クラブコスメチックスでは、前述の耐震化工事の決定を機に、天井画を復刻させた上で、通天閣観光へ寄贈す計画を指導を。小田和馬が描いた初代天井画の装甲をもとに、日本画家の置、谷工事が、原画、花園に遊ぶ、クジャク図を作成した。 耐震加工時では、脚部の基願部に、耐震装置とオイルダンパーを埋め込んでから、基願部の上部、地上約12メートルにある八角形状のエントランス大天井に、花園に遊ぶ、クジャクズの再現画を設置。2015年7月の竣工式で、初めて一般に公開された。なお、天井画の復刻に際しては、初代の天井画に記されていた、商品名、 現在では製造、販売を終了している、クラブブランドの化粧水、お白い歯磨き、洗い粉のロゴもそのまま再現。大天井の中心部と四方に LED 照明装置を備えたことから、竣工後は毎日、日没から23時まで天井画のライトアップを実施している。2016年、平成28年10月28日に2代目。 通天閣が開業60周年を迎えたことを記念して、同年9月から2017年、平成29年2月までは、日立製作所が LED ネオン広告の全面リニューアル工事を A 時間の終了後に実施。工事期間中には営業を続ける一方で、ネオン広告を4面とも大型の広告看板で覆ったため、夜間のライトアップを全面的に休止していた。 この工事では、工述する天気予報ネオンや時計に LED を利用した動画ビジョンを採用。また、頭頂部に設置している、平井針を従来より長いものに交換することで、平井針の先端部を地上108メートルの高さにまで引き上げた。その結果、2017年2月10日の夜からは、動画ビジョンによるライトアップを始めている。また、日立製作所では、 60年間にわたる二代目、通天閣の変遷を映像でたどる、スマートフォン向けの拡張現実、AR、仮想現実、VR アプリを制作。2016年12月10日以降、同社及び通天閣観光などの公式サイトなどから、順次無料で配信している。二代目通天閣に建て替えられた1956年。 昭和31年10月28日の開業日に1万496人の入場を記録するなど人気を博し、年間入場者も155万人を超えていたが、1965年、昭和40年に100万人を割り込み、大阪万博のあった1970年、昭和45年にやや持ち直したものの、高価学スモック等の環境汚染が要因となって1975年、 昭和50年には20万人前後へ激減した。その後は緩やかに回復傾向を示し、通天閣を舞台としたテレビ番組役司活人気の高まりもあって2006年、平成18年に90万人、2007年、平成19年に100万人超へと回復した。通天閣の入場者数増加について、通天閣観光は、 若い人が新世界に大阪らしい情緒を求めているのだろうとコメントしている。入場者の減少のほか、昭和40年代頃には、役員の使い込みもあり、経営は悪化。このため、玄関の周囲にテナントを入れる、役員報酬と不良社員を大幅に削減するなどの対策を実施し、開業54年目の2010年、平成22年6月30日、 入場者数が累計3500万人を突破した。2010年代に入ってからは日本屈指の高さを要する超高層ビルや展望タワーが日本国内で営業を始めるたびに便乗企画を次々と打ち出すことで通天閣自体への集客につなげている。初代通天閣からの開業百周年と東京スカイツリー高さ三十四メートルの営業開始が 重なった2012年、平成24年には、年間入場者数が、史上3番目に多い132万人に到達。史上約300メートルの58階から60階に、展望台、ハルカス300を設けた安倍のハルカスが通天閣から、徒歩15分圏内の大阪安倍の橋駅場に、開業した2014年3月7日には、ハルカス300の、グランドオープン。 12時以降の入場者に通常の展望料を大人1名700円から半額以上安い300円で展望券を販売したところ通常時の1.5倍もの入場者数を記録した2代目通天閣の開業60周年記念日2016年10月28日には通天閣の通天にちなんで大人1名分の当日展望券を 一律210円で販売した。以前は展望台からは見える風景や建造物を入場客に説明する目的で展望ガラスに赤色のペンキで山や建造物の形と名前を描いていた。現在は展望ガラス上部に掲げた写真などで説明している。通天閣観光では2010年、平成22年10月から2012年、 平成24年9月30日まで入場者向けの有料オプションサービスとして通天各スカイウォーク4階の展望台から非常階段経由でフッツスと呼ばれる地上約75メートル地点のキャットウォーク場を命綱ガイド付きで歩行できるサービスを実施、工述するネオン回収工事期間中は休止。アベのハルカスのグランドオープン以降は 地上約91メートルの展望台の窓から高さ300メートルのハルカスが綺麗に見えることを広報活動などで強調している。地下1階には1968年昭和43年に大小200の水槽を用した水族館がオープン。相応の人気を博したがオイルショックの影響で水槽暖房用の灯油を調達できなくなった結果。 飼育していた魚類は鯉や船を残して壊滅。1973年、昭和48年10月に閉鎖を余儀なくされた。1989年、平成元年からは地下1階に通天閣地下劇場を開設。毎週土曜日と日曜日には通天閣歌謡劇場という名称で、小畜芸能が演歌歌手の歌謡賞を模様していた。また、2001年、 平成13年までは、通天閣囲碁将棋センターを併設。映画や、テレビドラマのロケにも使われた。道頓堀にあった B 一角座が閉鎖された2008年、平成20年には、通天閣地下劇場というフロアの名称を7月3日から、スタジオ210、スタジオ210に変更。歌謡ショーを、通天閣歌謡劇場として月曜日に継続する。一方で、 土日曜日には、通天閣劇場、天劇と称して、松竹芸能に所属する芸人による落語や漫才の興行を催していた。現在は、通天閣の公式音楽バンドである、イーゼル芸術工房と同バンドがプロデュースを行っている、アイドルグループ、マイドリームス、ハンバーガール z が毎週末、コンサートを開催している。夜間は、 黄金色と白色を基調とするネオンの光で、塔全体が彩られ、さらに毎時霊噴になると、塔東側面にあるオー計の文字盤が鮮やかな、グラデーションで光る。ネオンはおよそ5年ごとに更新されていて、2017年2月時点では13代目である。また、塔頂上には、翌日の天気予報を4つの色の組み合わせで示す。ネオンサインが点灯する、晴れイコールジロ。 曇りイコール大々、雨イコール青、雪イコールピンク。このネオンサインの装置は、日本気象協会関西支社と専用回線で接続されており、そこからの情報に基づいて予報が表示される仕組みになっていて、1979年、昭和54年に、日立製作所により製作、設置されたものである。大阪では滅多に雪が観測されないため、 雪予報の時に表示されるピンクのネオンはかなりレアなものとして認識されている。2006年、平成18年に再建50周年を迎えるにあたり改修工事が行われた。大時計の形が丸から八角形に変更されたほか、ネオンの色も変更され、より目立つようになった。さらに2011年、平成21年7月から10月までの間にも、 ネオンサインの改修工事を実施。4種類の色を発していた広告部分のネオン管の大部分を6色の LED 管に変更することによって消費電力を抑えつつ多彩なイルミネーションを実現した。同年10月28日より点灯。2016年9月からの再建60周年改修工事前日では工事前まで長らく東表に設置していた。 アナログ時計を季節に応じたデジタル時計や歴代の時計盤面デザインなどを表示できる LED の動画ビオンに変更。ネオンサインで表示する広告の文言も一新した。さらに、使用する LED の総数を19650万,万個から32579個 LED で表示する色彩数を6色から12色に増加。このため、 月替わりで一色ずつ表示する方式のライトアップが可能になった。2018年9月の台風21号の際に LED 照明に飛来物が当たるなどして破損しライトアップできなくなっており住民や観光客らから街が暗いなどの苦情が寄せられている。毎年末には恒例イベントとして監視の引き継ぎ式が執り行われている。ここでは 本物の動物が登場するが、辰年の場合はグラスに入った辰の年ごとなる。毎年2月には、大阪府民、大阪市民の繁栄と幸福を祈願する節分ぷく豆巻きも恒例行事として行われている。開業100周年を記念して、通天閣市場初のオフィシャルバンド、通天公共楽団、イーゼル芸術工房が結成された。 引退となった二代目のビリケンゾーは、通天公共楽団、イーゼル芸術工房のンバーとして加入した。いずれも2015年9月時点、2019年7月1日に料金改定予定。1903年、明治36年の第5回内国環業博覧会誘致において、東京との激しい招致合戦に勝利、パリに飛び、 パリ万国博の仕組みを詳細に調査して成功に導いた当時の大阪商業会議所会頭土井道夫がこの博覧会の跡地に新世界ルナパークパリのエッフェル塔を真似た通天閣の建設を構想する。土井は周囲の猛反対を押し切ってパリの外線門にエッフェル塔の上半分を乗せたような初代通天閣が1912年。 明治45年7月3日にルナパークと共に建設された。設計は、設楽サダお。建設費用は、約9万7千円で、当位の入場料は10千。300尺、91メートルという触れ込み、実際は250尺、約75メートルで、その当時東洋一の高さを誇っていた。藤沢南だけによって命名された通天閣は、 ルナパーク開発会社である大阪土地建物の社長であった土井の名前を入れる糸が含まれているとされる通天閣はルナパークとロープウェイで結ばれており人々に親しまれていた大阪で2番目非貨物専用としては最初の昇降機が設置され評判となった現在の2代目と同じように東側面に巨大ネオン広告があった時期があり1920年 大正9年に導入、当時の広告はライオン歯磨きであった後に阪神電車の広告も加わる。通天閣の伝統工事には当時大阪伝統に勤務していた松下幸之助、後にパナソニック創業者当時17歳が配膳工として参加している。1938年昭和13年に吉本工業に買収された後、 太平洋戦争中の1943年、昭和18年1月16日に直下にあった映画館大橋座の火災で、通天閣の脚部が加熱により、強度不足となる。そのため、鉄材を軍需資材として大阪府に建納するという名目で、同年2月13日から、塔は解体され、初代通天閣は姿を消した。 なお終戦後赤錆ビとなった残骸が明石市の浜辺で見つかっている。大阪を代表する施設として大阪を舞台にした様々な作品の舞台で使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。